そもそもなぜ飲食業界に来ようと思われたのか、はい、そのあたりから、はい、僕はちょっと飛ぶんですけども、高校まで野球をしておりまして、で小中高と、まあ、キャプテンっていう、はい、まあちょっとこうリーダーみたいな形をさせてもらったんですけど、その中で僕はこういつもこうチームの、はいはい、チームメンバーとこう絆を深めるために料理を作って、ちょっとお前俺のチャーハン食いに来いよと。はい、その中でこう呼ぶたびにですね、はい、今度もっと美味しいのを作ってやりたいっていうのが一つ、そしてもう一つは、はい、うちのお母ちゃんが料理があまり上手じゃなかったんですね。でもずっとそのじゃあ小学中学校の頃から、うん、その料理人になりたいような思いはあったんですか？そうです。僕は野球人やったんで、もうまずプロ野球選手になりたいっていうのが一番だったんですけど、はい、高校時代に、はい、そのすごい高校天理高校っていう相手に試合をした時にですね、もうこいつらにはかなわんともうレベルが違う、体格も違えばもうセンスも違うっていうのはもう身にしみて感じたんですね。あれが高校3年の時のいい転機になりましたね。じゃあもう野球はちょっともうこんなすごいやつがおってこれは無理だと、はい、じゃあ俺は次の大好きな料理をしようっていうので、はい、高校3年の時決めましたね。鳥肌立ちました。いやいやいや、そうなんですか。はい、そうですね。どんなその修行時代を過ごした？いやもう今から思っても、もう僕はまあ先ほど言いましたように、はい、小学校からずっとキャプテンで、言ったら、はい、お山の大将じゃないですけど、なるほど、もう本当こうそういう形で高校まで来たんですね。はい、それが高校卒業同時に板前修行、はい、ちょっとありえなかったですね。この師弟関係っていうか、まあ野球部もそれは1年生の時の3年生の先輩というか、かなりねこう上位関係はあったチームだったんですけど、僕も高校やったんですけど、気じゃないそんなレベルじゃない、もう徹底的に叩き込まれましたね。1年目、それも最初の3ヶ月4ヶ月は毎日泣いてましたね。ああそうですか。とにかく日本一の野球人になれなかったんで、日本一の料理人、そして日本一の料亭と言われるところに入りたいと思って、それからですよね。当時のお給料とかっていうのは18、19の時って、はい、6万ですね。月に6万円で、はい、でも6万って他のところに比べればいいと思えっていう、僕本当それが、まあもちろんありがたいんですけど、はい、いやもう結構いただいてるって思ってましたよね。ご飯もまかないも一番最後に下っ端が食べて、はい、一番先輩よりも先食わないとダメなんで、もう30秒ぐらいしか時間ないんですよね。その中でもう朝昼晩、はい、もうその3食っていうことはもう食べれないんですよ、ほとんど。はい、18の19の時にもうお腹が減ってしょうがないけど、もう30秒しか待ち時間ないから、はい、食べれないんですよね。はい、でお風呂、それ終わってからも先輩のお風呂、風呂場のとこでタオル持ちでずっと先輩のから最後の2年目までの先輩のタオル持ちをして、で「ご飯なさいませ」っつってタオルをして、で最後は汚いお湯のとこにみんな一緒なんですよ。集団生活なんですよね。いやもうすごかったですね。でも本当あれはでもいろんな意味で料理の厳しさっていうのもすごく今では生きてますよね。先輩がこっちで店をするから、はい、一緒に来んかと、手伝わんかと、はい、で僕はそこの料亭の仕事がですね、やっぱり10年かかる仕事なんで、はい、それをよしチャンスやと、1年半でチャンスが来たと1年半で全部の仕事を覚えれる、言ったらもう2年3年で覚えれると、はい、その料亭の仕事がですね、はい、じゃあもう行けますと。でましてや僕の大好きな一番大好きな先輩の一言やったんで、もう全く知らない博多でも何の抵抗もなく行きます。福岡来て、もうここで店をしたいって、はい、もう来て3ヶ月ぐらいで思いました、はい、それぐらいこの町にすごく気があったんですね。僕はよそ者だから言えるのか分かんないんですけど、はい、この九州、この福岡のこの素晴らしさっていうのは、はい、こういう景色にもあるように、もうですね、もう素晴らしい一言ですね。だけど例えばどんなところが19歳の小野社長にとってですね、はい、福岡の魅力に移ったんですか？いや、あの時は当時親不孝っていうのは全盛期だったんですね。全盛期でこんだけの都会でも歩けんぐらいのこう、まあ通りでですね、横にならなきゃ通れないような、それでいて僕の奈良生まれのもう超ど田舎の人間で、海もすぐあるじゃないですか。もう全てがたまりませんでしたね。なるほど。でも大阪じゃなく福岡やったんですね。大阪で僕修行してましたから。はいはい、けどやっぱりこう福岡の持ってるあの親子のあの時持ってるパワーっていうのはある意味僕は今でも忘れられないですね。しびれてましたね。だからこそあの親不孝の近辺である舞鶴地区で今店舗を展開されてるっていうことなんですね。いや本当すごかったですもんね。本当、ね、なんかもうエネルギーのこうたまり場みたいなですね。いや私もで何かやってやるぞっていう人間がここに集まってきてるじゃないですか。でも何かわからんと、何か混沌としてましたね。何かわからんけどってとりあえず行ってみようって。だから僕はその先輩についてきたそのお店はこっち来て1年ちょっとで潰れちゃったんですよね。あ、そうなんですか。はい、お店がですね。で僕まずそこで感じたのが、二十歳ぐらいの時に感じたのが、なんでこんだけ志持ってる人でもう料理が残ってきたら泣いて悔しがる人だったんですよ。水門が少しでも残ってれば、煮物を自分で作ったタイの粗炊きとかが残ってくれば泣いて悔しがる人だったんですよね。でお客様がご予約入れば、例えばこの時期紅葉のもみじをもう2階やったんでですね、店がじゃあ1階から2階まで紅葉の絨毯を引いたりとか、もうそんなこと惜しげもなくする人だったんですよ。でもそんなお店のそんな志を持った人がなぜ潰れたのかって僕は分からなかったんですよね。はいはい、なんで師匠潰れるんですかって。はい、でも分かってました。もうお客さんが入ってないの、少ない、全く0人の時も多々ありましたから。はい、でも本当にそんだけ志を持った人でも店が潰れちゃった。でもずっとそれから僕はあったんですね。はい、なぜお店をしてもこんだけ店って1年2年で潰れちゃうものなのか、はい、それすら思ったこともありました。ただやっぱり店は潰れちゃったんで、でも僕はこの大好きな福岡で残ろうと。その謎は解けたんですか？なぜかっていう謎は、それは今となったら、はい、分かりましたけど、はい、店するまでは全くもって分からなかったですね。だから僕は和食を選ばなかったのは、はい、第1号店で鳥を選んだのは、一番は多分それだと思います。何なんですか？だからその怖さ、和食の日本料理の奥深さと、はい、そしてあんだけの魂持ってる人でもダメだって、僕の尊敬する、もう師匠でもダメだったっていう、それで僕は自信が全く持って1号店で店をするっていうのは決めてたけど、1号店で自分の魚とか和食ずっと修行してきたのが和食なんですけど、はい、それでも全く持って1号店で和食する自信なんかこれっぽっちもなかったですね。やっと9年経った今、やっとこう和食の道に、今やったりいけるかもしれない。ただ僕はやっぱ師匠の重い志をしっかり僕持ってやっていきたいって思ってるんですよね。それが僕恩返しだと思ってるんで。